どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日は皆さんお待ちかねですね。これまでの動画を見てくれてた方は、待ってた方も多いと思うんですけれども、この話しようと思います。Apple Vision Pro ですね。先週、アメリカのね、WWDC Apple 本社のねイベントに呼んでいただいて、そこにね行ってきたんですけれども、まあ、そこでねこの Apple Vision Pro を試して、まあ、めちゃめちゃ良かったので、そのままねアメリカで買って、帰ってきました。詳しいね内容は Vlog 撮ってるので、そちらの方見てほしいんですけれども、まあこれね、あの向こうで買うと若干安かったんですけど、為替の関係で若干安かったんですけども、まあ結局ね、まあ関税ちょっとね高い買い物なので関税がかかって、まあトントンで同じぐらいですかね、日本で発売される、599,900円と同じ、まあ大体まあ60万円ぐらいでね買ってきました。でこれの発売日がもうね日本でもね迫っていて、6月28日ですね、今月の、28日に発売するということで、それに先駆けて、まあ、ちょっとですね、まあ、1週間2週間ぐらいね早くで、ね、使っております。このビジョンプロをね、まあ、買いましたよって話をねツイッターとかインスタグラムでして、あの実際どうですかと、あのめちゃめちゃね買うかどうか迷ってますっていうね話をめちゃめちゃねいただいております。たくさんのねあの DM とか、ツイッターでもねあの感想を聞かせてくださいって話があったので、まだねちょっと僕も1週間ちょっとなんですけども、これ使ってみての、まあ、現時点での、まあ、正直なね、感想ですね、まあ、こんなところがね良くて、まあ、逆にここはまだちょっとね荒削りなところもあるかなみたいなところをお話をねさせていただければなと思いますので、ぜひですねこの Apple Vision Pro 気になっている方は参考にしてみてください。それでは始めていきましょう。じゃあまずね最初に今結論というか、まあ、この動画の趣旨として、まあ、僕はねこう思ってますよっていうのを先にねお話ししちゃうんですけれども、まあ、結論から言うとこの Apple Vision Pro はね、まあ、やっぱり全ての人にまだね万人におすすめできるものではねないかなと思ってます。まあ Apple だったらね、まあ、iPhone とか、まあ、iPad とかね MacBook って、まあ、ほとんどのねかなりの人におすすめできるすごいね万能なデバイスだと思うんですけれども、まあ、そこにはね、まあ、一歩至ってないかなと。まだまだこれからのプロダクトだなっていうことはね感じたのでね先にお話をしておきます。で、まあ、ただなんですけれども現時点でもこのね初期のプロトタイプっぽいねこの第1号の時点でもハマる人にはめちゃめちゃハマる、すごく刺さるアイテムだと思います。なのでどういうところにエッジが効いていて、こういう人だったら買う価値あるんじゃないかなっていうね話をしていきます。じゃあまずはじめはこのデバイスね、まあ、どんなものかよくわからないっていう方もまだまだたくさんいると思うので、まあ、この外観ですね、デザインのところからお話をしていきます。まあでもねデザインはね結構僕はやっぱりねすごいなと思います。さすがアップルさんだなと思うんですけれども、こちらがね本体になっていて、最初からね、こんな感じのカバーがね付属してます。で結構このカバーのね質感がすごくいいんですよね。この立体的に縫製されたこのねぴったりと合うこのカバーで、こんな感じでねちょっとギャザーがついていて、しっかりね、この Apple Vision Pro をねスポットこうやってギュポッとねこんな感じで覆ってね、ガードしてくれます。中にねちゃんと芯材が入っていて、このガード性能もかなり高いので、まあ、ちょっと落としたりしたらね不安ですけど、本当にね多少物が当たったぐらいの感じではね、びくともしないようなこの堅牢さもね合わせ持ってます。この辺のファブリックのね素材の使い方はめちゃめちゃうまいですよね。あのこっち側もそうなんですけども、ここの部分がね伸縮性のあるバンドになっていて、頭の形にねしっかりねこうピタッと寄り添ってくれます。でさらにそこからですね、こここのね、クラウンみたいな、このねホイールをこうやって回してあげると、ここのね中がねこうギュギュギュッとね、狭まってきて、しっかりね頭にフィットをするという、これもねぜひね実際実機でね試してほしいんですけども、結構このフィット感がねいいんですよ。このね布素材なんですけども、かなりこうね、上下立体的に頭のね形を支えてくれるので、ここのホールド感はねさすがだなと思いました。まあ、Apple ね、まあ、ガジェット、デバイスの企業なので、まあ、こういうねプラスチックとか金属アルミとかねそういった、扱いにはすごく長けてる印象があったんですけども、 Apple のホームポットとかもそうなんですけども、こういったファブリックの使い方もめちゃめちゃうまい企業でね、まあ、さすがねデザイン性の高さっていう
ところだと、まあ、やっぱり他の企業からね一個ず抜けてるなと思います。でこのビジョンプロね、ここの目に当たる部分ですね、このアイガードの部分がこんな感じでカパッと外れまして、これはね人に合わせてね、ある程度サイズがチューニングされてます。なので購入するときは iPhone のね、フェイス ID をね、トラッキングするようなセンサーで顔の形を測って、こういったパーツをね自分に合ったものを選択して購入をすることができますね。でここのねところはマグネットでこんな感じでカチャッとねくっつくんですけど、マグネットの強度がすごく強いってわけじゃないので、ここをねこうやって持って持ち運ぶっていうのは、やめた方がいいですね。必ずこのサイドの部分を持って持ち運ぶようにしてください。で、ここのね、耳元にねこのスピーカーがあって、ここからね直接耳を塞がずにですね、音声をね聞くことができます。でこのバイザー型のデバイスが本体になるんですけれども、ここにね、給電をするための、こちらはですね、まあ、バッテリー兼ね充電器みたいなものがあるんですけれども、これがね、必要になってきます。まあ、このねデザインもすごくよくって、まあ、このままねモバイルバッテリーとして販売してくれないかなっていう感じのねデバイスなんですけども、まあ、これが Apple Vision Pro 専用のねバッテリーになりますね。で USB-C でここから充電することができて、まあ1回の充電でだいたい2時間ぐらいですかね、Apple Vision Pro を動かすことができます。でこの先はこんな感じのね、端子になってまして、 Vision Pro のね本体にこうやってカチッとくっつけてあげて、でこれで使えるようになります。じゃあ実際ね、これ装着したところもねお見せしようと思うんですけども、まあこれはねちょっとまだね抵抗というか違和感ねあると思うんですけども、よいしょ、こんな感じでね、つけてあげて、はい、でこのね頭につけたら、このねクラウンを回してあげてギュッとね、こんな感じで頭にね固定してあげます。そうすると、顔のねこの前後で固定がされてギュッとね、こんな感じでしっかりね固定をされますね。今ねこの、Apple Vision Pro 越しにねこのカメラを見てるんですけども、装着した時はまあ、こんな感じですね。まあ、ちょっとまださすがに外で使うのは勇気がねいる見た目かなと思うんですけれども、まあ、僕がねつけてみるとこんな感じですね。まあ、やっぱりこのねバンド型なので、こう髪の毛ね、まあ、僕みたいなこうねちょっと髪の毛前髪とか長い人だと髪の毛がねこうギュッとね抑えられちゃう感じだったりとか、まあ、このねディスプレイ部分がちょっとね前に出ているので、横から見るとね結構こう目がね出てるような感じになって、まあ、結構ね、まあ、インパクトのある見た目ではありますよね。まあ、とはいえなんだろうな、ダフトパンクみたいな、こうサイバーパンクっぽい感じの、雰囲気がね、まあ、これから認められてくれればね、これも一般的になるかなと思うんですけども、こんな感じになります。どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。では百聞は一見にしかずということで、今ね僕が見ているこの視界ですね、これを皆さんに共有しようと思います。はい、こんな感じで今僕がね見ている、僕の部屋の風景ですね、これが今ね見えていると思うんですけれども、この状態で、こんな感じでボタンを押してあげると、こんな感じでね目の前にこのね、いつも見慣れたようなこのホーム画面が出てきます。で、これねどうやって操作するのっていうのが多分皆さん一番気になるところだと思うんですけども、これね実は視線で操作します。今僕がねこんな感じで、このねホーム画面見てるんですけど、例えばサファリを開きたいなっていう時はこのサファリを見てあげると、サファリがグッとね上がってきて、まあ、ちょっとサファリ開いてみましょうかね。こんな感じで今ちょうどね、Netflix かな、開いてたんですけども、まあ、こんな感じでサファリの画面見ることができます。で例えばそこからですね、この、まあ、上のねバーに目線をね合わせてあげて、そうするとこんな感じで、キーボードがね手元に出てくるんですけど、これも、視線でね、こうタップしたい文字をね、見ながら親指と人差し指ですね、これでタップができるんですけれども、これでね入力をすることが可能です。まあ、例えばモノ、グラフ、はい、こんな感じでねモノグラフって入れると、このね、サファリのバーの方にもこのモノグラフがね、打たれてると思います。でそこから、このね、視線合わせてモノグラフ検索結果ねいきますよっていう感じで、やってあげると、これでねはいこんな感じでサファリのね、画面遷移ができます。でこの、ページに関してもこのピンチですね、ピンチをしたままこうやってね上下に動かすことができて、
これで、このね、スクロールができるようになりますね。で、例えば、まあ、ここからじゃこのサイト見ようかなっていう時は、これでね、ピッとタップしてあげると、こんな感じでね、サイトが開いて、僕のね、これブログなんですけれども、これがね、こんな感じで、見ることができます。で、ちょっとまた戻って、まあ、ツイッターですね、僕のツイッター見ようかなっていう時は、このね、カーソル合わせて、目線でカーソル合わせて、タップで、これでね、こんな感じで見ることができます。いやー、すごいよね。これは本当にね、最初これ慣れるまで時間いるかなと思ったんですけど、時間ね、必要ないですね。本当に、目線合わせたいところにスッと合わせて、で、そこでね、タップをするだけなので、めちゃめちゃ想像以上にね、快適に使えます。で、まあ、そこからこのね、ウィンドウをね、ちょっと大きくね、したいなっていう時は、右下にね、目線合わせてあげると、こんな感じで拡大縮小のね、このバーが出てくるので、これでこんな感じで好きなね、サイズにこうやって調節をして、これでね、見ることができます。で、このウィンドウはこんな感じ、下のバーをね、こうやって持ってあげると、好きな場所にね、配置をすることができて、このね、場所に固定をすることができます。で、さらに、こういったね、まあ、このコンテンツですね、今見てるもの、これにね、没入をね、したいなと、もっと集中したいなっていう時は、このね、上の方ですね、この今僕が触っている、このね、右手のね、上の、このね、クラウンがあるんですけれども、これをこんな感じで回してあげると、はい、こんな感じで、周りのね、景色というのが遮断をされて、このね、Apple Vision 内の仮想空間に、こんな感じで入ることができます。今、僕が見てるのはこれなんだろうな、ちょっと雲海なのか雪の雪原なのか、雪原か、ちょっとそこに草があるから、こう雪のね、砂漠とかだと思うんですけれども、これもね、変えることができて、まあ、例えば、晴れやから、ハワイかなだとこんな感じ、うわ、めちゃめちゃ、壮大な感じなんですけれども、こんな感じでね、ハワイの山頂にいるような感じで、没入することができます。いや、かなり綺麗なんだよな。ちょっと皆さんにね、どれぐらいこの感じが伝わってるかわかんないんですけども、本当にね、そこに立ってるかのようなね、感じで、めちゃめちゃこの解像度が高いですね。あと他には、まあ現実ではね、行けないところせっかくだから行ってみようかなと思うんですけど、月の上ですね。ムーンっていうのがあるんですけど、わー、すごいね。月面をイメージした、このね、仮想空間になります。まあこれだと、本当にね、世界に自分だけというか、他に誰もいないような感覚になれますね。いや、すごいわ。こういうね、本当にこう没入した空間で、まあ、こういうね、テキストもいいですし、まあ、こういったね、動画のコンテンツとか、こういうのを見るときは、本当にね、まあ、これだけ、周りに何もない状態で、見ることができるので、めちゃめちゃね、集中できますね。これは、すごいわ。今このサファリ経由で、YouTube ですね、見てるんですけれども、まあ、他にもね、いろいろ開きたいなっていう時は、このホーム画面からですね、まあ、例えば、そうだな、プライムビデオとかね、対応しているので、プライムビデオね、こんな感じ開いてあげると、またね、一つウィンドウが出てきて、こんな感じですね。こちらの方ではプライムビデオの画面見ながら、こちらの方では YouTube 見たりとかね、こういった使い方をすることができます。いや、本当にこの使い方はやっぱり僕がね、 Apple Vision Pro を買おうと思った、まあ、大きなね、理由の一つで、本当にね、めちゃめちゃ綺麗かつ映画館で見てるような没入感のある状態で、しっかりね、まあ、これ音もね、ここから聞こえるんですけど、音響もしっかりした状態で映像を楽しむことができるんですよ。で、知り合いの方で家の中にね、本当にこう数百万、まあ、本当に1000万近いシアタールームをね、作りましたっていう人がね、いたんですけど、その人がこの Apple Vision Pro を試して買ってから、そのシアタールーム使わなくなったっていうふうにね、言ってるんですよね。
で、まあ、確かにそれもわかるなというか、これ本当にね、感覚としてはちっちゃなね映画館で映像を見てるのとね、本当にね変わらない感覚なんですね。で、まあ、シアタールームとかだと物理的なね場所もいるし、部屋も暗くしなきゃいけないし、あのプロジェクターとかでね、こう映しているので、まあ、どうしてもね環境に左右されがちなんですけど、まあ、これだったら場所も取らないし、映像自体もめちゃめちゃ綺麗なので、あのシアタールームいらないなと本当に思うんですよね。なのでこれ Apple Vision Pro ね、60万しますけど、家の中でシアタールームを作るとか、まあ、そういったことまで考えると、まあ、60万円でこの体験ができるっていうのは結構僕は妥当だなというか、まあ、全然安く感じる人もいるんじゃないかなと思うねクオリティでした。これは本当にあの映画が好きな人、映画とかね、あとネットフリックスとか映像コンテンツが好きな人ほど本当にねおすすめできますね。この Apple Vision Pro ね、ちょっと未来的というか、あの使いこなすのがね難しいんじゃないかなというイメージもあると思うんですけども、正直ねこれだけでも元取れる人はかなりいると思います。自分専用のシアタールーム、映画館をいつでもどこでも使えるっていうのは本当にこれ Apple Vision Pro の価値ですね。はい、じゃあ現実世界にちょっとまた戻ってくるんですけれども、こんな感じでね、まあ、外の環境も確認しながら、こうやってねディスプレイ見てね作業することができます。でプラスもう一個ね、僕がやっぱりこれすごいなと思った機能があるので、それもね説明をしていくと、それはですね、これあの Mac ですね、僕がね今メインで使ってるね大切な相棒なんですけれども、まあ、こことの連携がマジですごい。これはねさすが Apple製品ならではの連携だなと思ったんですけれども、今ね僕の視界でね、この MacBook があるので、これをね見てあげると、この上の方に接続っていうね、このナビゲーションが出てると思うんですよ。でこれをパチッとタップしてあげると、はい、こんな感じで、僕のね Mac の画面ですね、画面が今ミラーリングをされて、こんな感じでディスプレイみたいな感じで、使うことができるようになりました。で、これね、こんな感じで、さっきのね画面と一緒に、こうやってサイズをね調整することもできるし、このね場所もね、自由に選択して選んで使うことができます。で、この操作自体はもう MacBook ね、普通のね MacBook 操作するときと一緒なので、トラックパッドですね、 Mac のトラックパッドをこう指でね触ってあげると、もうね、これでこんな感じでカーソルが動きますし、こういうね普通のジェスチャーとかそういったものもね全部ね同じように使うことができます。でアプリもね普通に開けるし、あのキーボードとかもね、これ Mac のキーボードそのまま使うことができるので、こんな感じでね、こう文字をね MacBook で打って操作することもできますね。でこのね MacBook の画面、これをね起動した状態でさっきのねこの没入ですね、環境モードっていうのがあるんですけども、これもね使うことができます。そうすると、まあ、さっきのね、このね YouTube の画面見ながら、このね Mac の画面も同時に操作ができているっていうような状態ですね。いやこれはねすごい。まあ本当にね、これもやっぱり部屋の環境として、これだけのでかい画面を何個もね揃えるっていう風に考えると、めちゃめちゃお金かかると思うんですけども、まあ、これはね被るだけでどこでもねこの Mac のね画面、そして補助の画面ですね、これを配置することができるので、やっぱりこれはねすごいですね。あの僕がねやっぱりこれ買ってみようと思ったきっかけでもあるんですけども、ちゃんとねこの編集ができるというか、ラグがね全然ないんですよ。僕がね今この操作をしている感覚と実際ねこの動いている画面で全然ねこの違和感がないので、普通にこうディスプレイをね操作している感覚でこれ使えちゃうんですよね。これだけ大型のモニターをいつでもどこでも使えるっていうふうに考えたら、やっぱりね全然ねこれ買う価値はあると僕はね思いますね。でこの Mac のね画面もこうやって場所にね、固定をすることができるので、まあ、本当に環境を作ることができるというか、まあ、例えば僕の部屋だと、こんな感じかな。こちらの、まあ、植物座ってる背面の方に、このね、モニター置いてあげて、まあ、いつでもねこんな感じで動画見れるような状態にしてあげて、デスクの方を向いてあげるとこの Mac の画面が見えてみたいな感じで、このね、部屋のこのね、シーンに合わせて、見たい場所に合わせてウィンドウを配置するとか、まあ、こういった使い方もできるので、かなりねやっぱこう未来感がありますね。なので刺さる人にはめちゃめちゃぶっ刺さるだろうなっていうポイントがこの2つで、映画を見るときとか映像コンテンツを見るときのこう一人映画館としての使い方、そしてもう一つがこのどこでもこの大画面の Mac のディスプレイを使えるっていうね、この2つですね。これはねやっぱりちょっと体験してみてもらわないと分かんないんですけども、まあ、体験したらねこの価値はね分かると思います。
今のバージョンはまだねこの MacBook の画面も、まあ、ちょっとねこの拡大ができるちょっと大きくできるってぐらいなんですけれども、次のアップデートではこのウルトラワイドディスプレイですね、自分を囲むように、普通のね Mac の画面よりももっと広いような感覚で使うことができるっていうアップデートもすでに予定がされているので、まあそれができたらもうめちゃめちゃ使いやすくね、またなるんじゃないかなと思います。まだね、日本発売もしてないような、米国でまあ試験的に発売されたような段階で、まあこれだけのクオリティがあるので、まあここからね、まあどれだけ進化していくかっていうのがめちゃめちゃ楽しみなね、ところですね。で、ここからはね、逆にこう試してて、まだちょっと荒削りだなというか、まあ、もうちょっとね、ここはね、将来改善してほしいなっていうね、部分が、まあ、いくつかあるのでね、その話もしていくんですけれども、まあ一つはね、まあそうだな、まあアプリの対応とかですかね。今、App Store、これね、開くことができるんですけれども、まあ、正直ね、まだね、日本向けのアプリ、日本のデベロッパーの、ね、アプリっていうのがね、少ないですね。まあ、海外、このアメリカ中心としたメーカーのね、アプリっていうのはね、どんどん出てきているんですけれども、まだね、日本語対応というか、日本での、ね、発売が決まったばっかりなので、日本のね、アプリはこれから出てくるっていうところがね、まだまだこれからのポイントですね。まあ、こればっかりはね、仕方ないかなと思うんですけれども、この間ね、WWDC でも発表があって、基本的に今 App Store で出てる iPhone とかあと iPad 用のアプリですね。これは開発者の方が拒否をしなければ基本的には iPad アプリがそのままね、この Vision Pro 用のアプリとして App Store に、ね、並ぶようになりますっていうね、アナウンスがあったんですね。で、まあそれはね、拒否する人もあんまりいないと思うので、まあ、ここからね、爆発的にこの iPhone、iPad 用のアプリがこの Vision Pro 用にね、出てくると思いますし、まあ、日本のね、開発者さんの方もね、こうやって日本でね、発売が決まったっていうことで、参入してくると思うので、まあ、この辺はね、まあ、徐々にね、改善がね、まあ、今年から来年にかけてよりね使いやすくなってくるんじゃないかなと思いますね。でもう一つね、まあ、これからもうちょっと良くなってくれたらいいなって思うところで言うと、やっぱりねこの、 カメラの画質ですかね、このシースルーをしている時の画質が、まあ、ちょっとね部屋の暗さとかにもよるんですけれども、まあ、ちょっとねやっぱりどうしてもこのねカメラを通してる感じというかデジタル感を感じるので、まあ、まだねこう何もつけてないような感覚ではないんですよね。僕がね今ねこうやって見てるようなこう画面、アプリのねこの画面に関してはもうめちゃめちゃ綺麗で、本当にねディスプレイ見てるような感覚と変わらないんですけど、やっぱりねこのシースルーの方はねちょっとやっぱりね荒いなと感じてしまうので、これはね次の世代とかでもうちょっとやっぱりこう綺麗にクリアになったらかなりね感覚としてはね、変わってくるんじゃないかなと思います。で最後にね、まあ、もう一つ、まあ、もうちょっと改善してほしいなってポイントで言うと、まあ、やっぱりね、これですね。今ね、僕が、これ外したんですけど、まあ、ちょっとどうかな、結構ねこの辺の跡とかねだいぶついてると思うんですよね。この Apple Vision Pro がこの、後ろとねこの前この前後でこうやって、締め付けて固定をするタイプなので、結構やっぱりねここの圧が強いんですよね。なので、まあ、僕が今ね、どんぐらいかな、もう40分ぐらいかなこれつけて喋ってたんですけれども、その間でもね結構ねこんな感じで跡がついちゃったりとか、結構ねこの圧迫感強いので、やっぱり使えてもね2時間ぐらいが限界かなと思います。あ、ちょっとねこうヘッドレストとか持たれてこうやって上見るような感じで側圧緩めてあげればまたちょっと違うんですけれども、普通にこうやって椅子に座って作業するような感じで言うと、まあ、やっぱりこのね締め付け、そしてこの重さによるこう首の疲れっていうところも合わせて、まあ、2時間ぐらいがもう限界かなと思いますね、僕の場合は。なので、まあ、そこがねちょっとまあ映画の視聴体験というところとも若干相性が悪いところなんですけれども、まあ、この締め付けがねもうちょっと改善ねできたら、まあ、さらにね快適になるかなと思いますね。常にこれつけっぱなしで生活をできるっていうところにはまだまだ程遠くて、本当にこう1時間とか2時間とかギュッと集中して作業とか映像を見たりとか、まあ、そういった時に使うようなデバイスかなと思います。まあ、あとねやっぱりこうね男性も女性もそうだと思うんですけれども、まあ、ある程度髪の毛が長い人は結構髪型とかね崩れちゃうので、まあ、これはまあヘッドホンとかでも同じような悩みあると思うんですけども、そういった装着感の改善みたいなところは、まあ、このユーザーもねそうですし、まあ、Apple さんも含めねいろいろ考えていけたらねいいなと思うポイントですね。
はい、というわけで、Apple Vision Pro ですね、僕がまあ購入してから1週間ぐらい使ってみて、まあ、実際どうなのか、まあ、本音で、ね、言うとどうなのかっていうところをお話をさせていただきました。まあ、結論ね、もう一回言うと、まあ、全員に刺さるデバイスではないと思います。もちろんね、値段も高いし、まあ、さっき言った通りね、こうまだまだアプリも少ないし、この装着感みたいなところも、まあ、長時間使うのには難があるので、まあ、本当にね、こう刺さらない人には全然刺さらないと思うんですけれども、まあ、逆にこれをね、欲しかった、ずっと待ってたっていう方もめっちゃいると思います。本当にこう自分専用のシアタールームが欲しかったとか、まあ、やっぱりね、大画面で Mac をね、作業したいよねっていう方たくさんいると思うんですけども、まあ、そういった方にはこの60万円っていうところでも、まあ、価値があるのかなと思いますね。まあ、専用の部屋、シアタールームとか大型のディスプレイを用意するぐらいだったら、まあ、こちらの方が安く上がる、場所も取らないっていうのは全然ね、道理としてはあると思いますね。そんな Apple Vision Pro 来週ね、発売されますけども、まあ、この時点で買いますよっていう方は、まあ、本当にね、こう新しい技術が、まあ、好きで試したい技術者さんとか、あとクリエイターさんとか、あとはまあ映像関係者ですね、そういった方はこの、ね、タイミングで先に触って、あ、これがね、新しい時代の映像体験なんだっていうのはやっぱり試してみる価値はあると思います。まあ、そういう人以外はね、まあ、やっぱり一度ね、これ試してみるのがいいと思います。多分店頭で並んで体験ができるようになると思うので、まあ、最初はね、結構順番待ちとか結構あると思うんですけれども、ぜひね、これを試して体感してみて、本当にこう目でね、見たところにこう吸い付くようにカーソルが動くんだとか、こんなに綺麗なディスプレイが見れるんだみたいなところは、ぜひね、一度体感してもらって、で体感したら、あ、これちょっと買ってもいいかもなというか、欲しくなるなってね、思う方かなり多いと思うので、ぜひね、店頭に行ってみてください。僕もこれ、正直、まあ、こういったね、YouTube のね、コンテンツが先に出てて、まあ、それを見た時点では、まあ、正直まあいいかなと、僕買わなくてもいいかなと思ってたんですけれども、実況試したら、あ、これはすごいやと、ちょっとね、今までのものとはレベルが違うなっていうのを体験して買っちゃったという経緯があるので、ぜひね、一度試してみてほしいなっていうのがね、僕からね、本当にこう言いたいことですね。まあ、これからね、どんどんアップデートが入って使いやすくなるっていうところもね、楽しみですし、まあ、かなりね、ワクワクできるデバイスをね、手に入れられたなと思います。他にもいい使い方が出てきたら動画でね、紹介しようと思いますし、逆にこう皆さんがね、こう迷ってるところ、ここってどういう仕様ですかとか、こんなことできるんですかみたいなところあればですね、ぜひコメントいただければ答えようと思いますので、その辺もね、ぜひねコメントください。もしね、 Apple Vision Pro 買おうと思ってますという方がね、もし万が一いたらね、その方もねコメントいただけると非常にね嬉しいです。ぜひね、一緒に空間ペルソナっていうね、 3D で会話できる機能とか、一緒にね映画見たりできる機能あるんですけども、まあ、そういうのもね、持ってる人同士で試してみたいですね。ちょっとね、また後でトバログとかに声かけてね、やってみようと思います。まあ、今回はこんな感じですかね。このチャンネルモノグラフでは、こういったガジェットに関する情報とか、インテリアのお話ですね、よくしておりますので、もしこの動画が参考になりましたら、ぜひいいねもしくはチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。